ニュースポストセブンです。ニューヨーク州の弁護士試験が2月22日、23日に迫る小室圭さん。再び試験に落ちると、現在の職場で首を宣告される可能性もあります。その一方で、眞子さんはニューヨーク生活を満喫しているようです。ホームセンターで一人買い物をしたり、ニューヨークの摩天楼を散策しているという眞子さん。小室さんの母、佳代さんとはテレビ電話で連絡を取り合っているそうで、宮内庁関係者は、佳代さんは海の向こうからの連絡を日々の励みとして過ごしているようですと明かしています。ニュースポストセブン。